はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。最近朝晩が冷え込み、布団が恋しくなってきましたね。冬の朝の起きる瞬間の布団の気持ちよさは反則です。今日はスーパーで売っている丸鶏を使って、これからのシーズンにぴったりの体が温まる料理を作っていきます。それでは早速やっていきましょう。スーパーでお得になっていた丸鶏を買ったので、今日は韓国のサムゲタンを作っています。丸鶏はだいたい1キロくらいの通常のサイズです。サムゲタンは内臓を取った若鶏の腹の中に、蓬莱人参、六条、ファンギ等の漢方やもち米、くるみ、ナツメ、ニンニク等の食材を詰め、長時間煮込んだ料理です。サムゲタンの名前の由来は、高麗人参の酸に若鶏を意味する鶏、スープを意味する湯からできています。もう秋も中盤くらいに差し掛かり、あっという間に冬になろうとしています。本場韓国では7月から8月にあるホンナルと呼ばれる暑気払いの日にサムゲタンを食べる風習があるそうです。暑い夏に食べることで夏バテを防ぐ効果があるみたいです。日本でいう土用の丑の日みたいな扱いですね。これから寒くなる季節に食べるにもぴったりな料理です。それではパックを開けてみましょう。高麗人参は日本ではあまり使わないですが、このパックには6年ものと書いてあります。一度収穫した畑は10年間休止するほど土壌の養分を吸い尽くしてしまうそうです。なので同じ土地で6年ものは16年に一度しか収穫されないそうです。アルコールと土っぽい匂いがします。例えは悪いですが、ジメジメしたようなカブトムシのケースを思い出しますね。届いたナツメが思ったよりも小さいですね。甘い匂いがしてフルーンみたいです。今日はこの食材を使って料理をしていきます。まずは丸鶏を塩で丁寧に揉み込んで汚れを落とし、水洗いをします。油っぽい部分や尻尾はハサミで切り取り、中に米、ニンニク、米、ナツメ、頭の部分を切った高麗人参を入れたら鍋に入れ、玉ねぎ、ネギ、水を入れてよく煮込みます。1時間経ったら火を弱めます。仕上げに刻んだネギを入れて完成です。続いてタレを作ります。青唐辛子を輪切りにします。お次は玉ねぎをみじん切りにします。ボウルに玉ねぎを入れて、蜂蜜、酢、醤油、青唐辛子、ごまを入れてよく混ぜて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はシメイグリーンのクラシックペールエールを飲んでみましょう。シメイはベルギーのトラピストビールブランドです。シメイグリーンは1862年の醸造開始から150年を記念して、2012年に限定醸造されたビールです。2021年についにシメイの定番として販売がスタートしました。トラピストビールとは修道院で作られるビールの総称で、シメイはその名の通り、ベルギーのシメイにあるスクールモン修道院で醸造されています。味はとても濃いです。白ビールのような香りを感じます。苦味は程よくあり、アルコール 10% とビールにしては結構高めですが、不思議とさらっと飲めちゃうような飲みやすさがあります。これは通常のビール感覚で飲むと確実に酔っ払うやつですね。ちなみにトラピストビールは営利商品ではなく、販売による利益は修道院の活動及び地域の開発にのみ充てられるそうです。ではサムゲタンを食べてみましょう。よく煮込んだおかげで肉は簡単にほぐれます。丸鶏の旨味や高麗人参、ナツメ、ニンニクの味の染み込んだスープがたまりません。ホロホロとした肉がとても柔らかく、顎の力がいりません。今回は作ったタレと塩ごま油も用意しました。タレはピリッと辛く甘酸っぱい味が鶏肉のさっぱりとした油とよく合います。ゴロッとした玉ねぎの食感もアクセントでいいですね。うっかり無心で食べ続けちゃいます。中の煮込まれた米もスープの旨味を十分に染み込んでいて、それだけでバクバクいけちゃいます。雑炊の卵やお茶漬けの海苔、リゾットのチーズなど、ご飯を浸して食べる料理はどれも絶妙なバランス感で成り立っていますよね。体もかなりポカポカに温まって、これは夏に食べるだけではもったいないですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。サムゲタンいかがでしたか？これから鍋の季節です。皆さんの好きな鍋料理ややってほしい料理などあれば、ぜひコメント待ちしてます。
自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。